火曜日深夜12時30分になりました。エリカのおかえりか。あなたの匂い皆さんこんばんは、エリカです。3月に入りましたけれども、3月はですね、なんとエリカのおかえりかが始まって、早いものでっていうかやっと、1年が経ちました。ありがとうございます。はい、というわけでね、今日はっていうか今月はですね、私も一応歌手でございますので、シンガー特集ということで、素敵な歌手お二人にゲストにお越しいただきます。お楽しみに。はい、まずは1週目はこの方、現在、ロスインディオスさんと、デュエットソングで頑張ってらっしゃる瀬戸まどかさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。瀬戸まどかです。今日はあの私とまどかさん初めてお会いしたんですけれども、はい、レコード会社が一緒なんですよね、はい、あのウェブクーレコードということ で、はい、で私はあの前からお会いしたいなってずっと思ってたんですけれども。私もです、はい、私のこと知ってました。、はい、あ嬉しい。事務所にエリカさんの CD とかが置いてあって、うん、あ嬉しい、はい、あ知らないと思った。それでも今日来てみたら、うん、もうタイトルでお風呂に入ってるようなね。あれ私もやりたいなって思う。大丈夫、真似していいよ。大丈夫大丈夫。やります。はい、はい、あ嬉しいな。そうでな、あの念願 の、はい、あの今日、まあ、ちょっと対面ということで、まあ、嬉しいね、叶ったんですけれども、ですね、早速、まどかさんに、質問していこうと思います。はいはい、ぜひぜひ。はい、現在ですね、はい、先ほども申し上げましたが、ロスインディオスさんと、瀬戸まどかさんで寝ても覚めてもラビンユーという、ね、はい、あの歌を出されてると思うんですが、はい、なぜ、ロスインディオスさんと、デュエットを出される運びになったんでしょうか。いやこれはですね、はい、2019年の前か2018年の暮れぐらいにですね、はい、突然なんかそう事務所の社長に、うん、あのデュエットやってみたい、誰か分かんないでやってみたい、うん、あやってみたいですって言って登場したのが、うん、左ロスインディオスさんで、でもうロスインディオスさんって言ったらもう私のもう記憶に残るそのブラウン管の人だっていうイメージだったので、うんうんうん、結構びっくりしました。ですよね。はい、いきなりなんかそういうお話が来て、はい、いきなりロスインディオスさんって言われちゃうとちょっとびっくすぎますよね。そう結構びっくりしたんですけど、うんうんうん、なんかそのレコーディングの時とかは、うん、やっぱ皆さんお優しい、さすがベテランで、本当、うん、ひよっこの私もすごくこう安心できる環境でレコーディングさせていただいたりとか、うんうん、あのラジオとか一緒の現場とかでもいつも私がこうなんかどうしようどうしようってなってると、うん、そう棚橋さんがなんか私の真似をしてくれたりとか、うん、そうなんだ。すごくこう、うん、安心してできる現場を提供していただいてます。うんうん、はい、なるほどね。はい、私あの何回も聞かさせていただいたんですけど、はい、あの声の感じとかすごいあのまどかさんと合ってるよね。あそうですか。うん、なんかすごいね。あの頭にすごい残ってる感じ、今も頭の中でかかってるもん。嬉しい。
そうそうそう、まあ、後ほどね、あの皆様には聞いていただくんですけれども、はい、はい、というわけで、次の質問に行きたいと思います。はい、まどかさんはですね、まあ、以前タレント活動とか、はい、あとグラビアモデルとかをねされてたと思うんですけれども、はい、現在はされてるんでしょうか。あ、最近は、うん、あの水着はね、うん、あんまり着ないことが多いんですけど、うん、あの化粧品だったりとか、うんうんうん、その女性向け の、うんうん、あのお仕事とかなんかをたまにやらせていただいてますね。うん、あ、そうなんですね。はい、なんかすごいもうセクシー系って感じじゃないですか。で、あのさっきも話してたんだけど、実際お会いしてみると瀬戸まどかですみたいな、なんかすごいちょっと天然系みたいな、全然なんかイメージ違うじゃんみたいな感じでちょっと驚きました。もしかもなんかその水着とかの写真とか出すと、うんうん、なんかこの人いつもビーチとかに行ったりとか、うん、外でバーベキューしに行くのかなって思いきや、うんうん、私めっちゃインドアなんで、うん、本当仕事以外水着の身の字もない、うん、泳ぐとしたら本当に、うん、あのラッシュガード全身のやつ着て行くみたいなタイプなんでそうなんですね。はい、なるほど。ね、で、まあ、今ねあの歌やられてると思うんですけれども、はい、まあ、歌手になりたかったんですか。あ、なりたかったです。あのそうなんですね、歌が好きで、うんうんうん、それでまあ歌手になりたくって上京したのかな、うん、上京して、うんうんうん、まあ、いろんなきっかけをいただいて、うんうん、今に至るというわけでございます。はい、わ、はい、かりました。というわけで、早速ですね、曲の、ご紹介をご自身からお願いします。はい、ありがとうございます。2020年の9月2日に発売されましたロスインディオス&瀬戸まどかの寝ても覚めてもラビーユンなんですけども、こちら皆様のおかげで優先ヒットチャート第6位まで行くことができました。すごい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして作詞は私の事務所の社長でもあり作詞家の藤波健介先生、作曲は松井達夫先生の曲となっております。令和のデュエットとして皆さんに認知していただいて、あのカラオケが、ね、できるようになったら皆さんにぜひ歌ってほしい曲となっております。よろしくお願いします。それでは聴いてください。寝ても覚めてもラビンユー。サメは言わないよ。香水ひとつの裸になれば新しい恋が始まるよ。心はいつも
恋など流行らない。ラッパ飲み捨て呆れちゃうわ。お前の痛み俺も背負うのさ。心よい道のりさ。覚めても夢の中にいるよ。はい、というわけで、ロス・インディオス&瀬戸まどか、寝ても覚めてもラビン・ユーをお聞きいただいております。まどかさん、最後にですね、はい、この歌の魅力の方教えていただけますか。いや、この歌はですね、はい、もうまず寝ても覚めてもラビン・ユーってすごくキャッチーだと思うんです、うんうんうん、題名も、うん、でやっぱこう歌いやすいのと、うん、あと女性が、うん、何も考えなくても女らしく、うんうん、なんていうの、見えるような歌詞とメロディーラインになっております、うんうん、まあ、男性もそうなんですけど、うんうん、セクシーっぽく、うん、はい、委ねられますということですね。はい、はい、そして最後に告知があれば簡単に教えてください。はい、一応3月14日の日曜日に、はい、イオン南越谷店さんで瀬戸まどかのキャンペーンをやる予定なんですけども、うんうん、ちょっとこれから の、 コロナウイルスの状況によってまた告知 の、 し直しをしますので、うんうん、ぜひ私瀬戸が漢字でまどかがカタカナで、うん、SNS の方皆さん検索していただいて見ていただければ、うん、そちらの方にインフォメーションを載せますので、うんうん、ぜひ見てください。はい、わかりました。というわけで、エリカのおかえりか1周年記念スペシャル月間といたしまして、1周目ゲスト瀬戸まどかさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではそろそろお別れの時間です。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。また次回火曜日深夜12時30分にお会いいたしましょう。お相手はエリカでした。おやすみなさい。